俺に任せて。はい、陣でございます。すいません、今日はなんとネット環境のない実家に来ております。ちょっとね、やぶようで来ていますが、ひよこの頭忘れちゃったので、ひよこなし動画になります。こんなね髪型出てるのもね、もしかしたら初めてかもしれません。もしかしたら編集でチョキチョキしてゲーム画面しか出てないかもしれませんが、よろしくお願いします。今日でセブンナイツスペシャルボードガチャ7日目になります。ではスタート。はい、ということでスペシャルボードガチャ7日目になります。呂布を目指して、このトランプを使ってやっていこうと思っております。トランプガチャの内容はこちらの方にずらずらずらーとルール説明が出てくるので、そちらを見てよく確認してくださいと。まあひよこの頭忘れたんですが、トランプはね一応持ってきました。トランプ忘れちゃったんで、うわ、ひよこの頭忘れたんですが、よしで、しっかり、1から9までの、ね、トランプを持ってきました。今、42枚引いてますね、6日間で、1日7枚ずつ引いていきます。6日がってことは今日で49枚まで引きましょうか。では早速いきますよ。1枚目いきましょう。なんかひよこがないと恥ずかしいな。では1枚目いきます。まずね、ルールもせっかくだから説明しちゃいましょう。1枚目のカード、こちら4が出たとしましょう。そしたらこれは縦の列ですね、上から4段目を開いていきます。では横のカードとして2枚目が出てきます。4の8を引きましょう。4の8 1,2,3,4 開いてないね。上から4段目横8列のところを引こうと思います。 1,2,3,4 4,5,6、 ここですね。まあ1枚目です。いきましょう。ゴー。あかん。なんかモンスターここ並びが強いな。ベインの隣か。なるほど。では2回目引こうと思います。今回で90枚の45には達するんで、半分を引くことになりますね。では1枚目引きましょう。縦の列こちらになります。2番か。2番結構空いてるね。さて2のどれかな。結構枚数引くと思いますよ。次はこちらだ。5 7 7、引いてる。2,4 の7引いてるね。よかった。7日目だからね、ちょっと7怖いよね。次こちらだ。 2の2、引いてないね。2の2か。2段目の2ですね。引いてない。セインの隣になりますね、こちら。いや、なんかあんま当たる気がしないですか。いきましょう。ゴー。青い鳥ですな。なるほど、せめて1枚当たりは引きたいね。いやー、次で45枚目、つまり90分の45が引けることになりますね。引かせていただきますよ。なんかひよこの帽子かぶってなくても、なんか結構ひよこっぽい頭の髪の毛になってんな。よし、行こう。第1段目こちらだ。ど8段目、8段目、横の列はこちらになります。どうだ。5段目、8の5、開いてないね。開いてない。では上から8列目、下5段目開きましょう。1,2,3,4、ここだね。人並びだね。ゴー。おお、セブンナイツデロンズです。よし、2体目、デロンズ2体目。いやー、でもね、多分ね、スペシャルボードガチャでセブンナイツが出る確率って多分1枚だろうね。デロンズか。ちょっと他のやつも欲しかったけどね。すごいね、なんかもわ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 って出てるね。しかも40、45、半分のところでデロンズが登場してきましたね。おーし、来ましたね。ってことはね、この近くには呂布はいないんじゃない。となると上の方か。上の方、残り4回引こうと思います。いきます。縦の段こちらになります。5、4段目、はい、横の列
こちらだ。9番4-9、4列目。おっさっき4-8だったから、その隣か、デイジーの隣か。4-9、ここですね。あー、ここダメやろね。引こう。5。おお、サラか、サラか、了解。まあ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 、いやー、でもデロンズ引いたよ。セブンナイツがやっぱ出るんだね、スペシャルボードガチャで。まだ光ってるよ。ということは残り3枚、残り3枚だ。どこだ。なんか上から5列目がね、全く引けてない。ここ怪しいんだよね。5来い。こちらだ。また8か、また8か。8の横はこちらになります。4は埋まっております。じゃあもう1枚引かせてもらいましょう。2も埋まっております。こちら次引かせてもらいます。次は7、2、4、の7もあります。こちらだ。どう、またもや2度次はこちらだ。1引いてないね。もうね、なんかね、囲いの周りは出ない気がする。1いきますか。8の1段目にいきます。こちらになりますね。引かせてもらいます。5よっ、はあ、ちょっとすぐ近くにいるよ、同じ子、同じ子いるよ。あと2回ですね、今日。2回。シャカシャカシャカ、だいぶ開いてきたね、だいぶ開いてきたよ。あー、デロンズか。なんか、まあでもデロンズ使えないわけじゃないんだよね。行きましょう。では縦の段こちらになります。2番来たー。もう2番はね、残り2つしか空いてない。2、4、6、6と8、6か8が来た方に行きましょう。こちらだ。1は空いてる。1000。こちらだ。3も空いてる。こちらだ。9はペペ。じゃあ次こちらだ。6が来たー。2-6行きますか。2-6か。2-6、こちらですね。こちら、うん、引こう。なんか貝です。貝マジかよ、なんでこんな時に貝なんだよ。はい、じゃあラスト1回、セブンナイツの7日目のラスト、ラスト7回目になります。7が揃ってる日の最後、何が出るかな。ここでね、呂布出たら結構ね、77の闇から打ち払いますよ。さあ出るか。縦の段こちらになります。88、今日よく出るな。もう8の列デロンズ出てるから来ないと思うんだよね。じゃあ横行きますよ。こちら77空いてんだよね。7空いてる。次はこちらだ。また7ちょっと77の悪夢。次はこちらだ。1番もさっき開けてる。ではこちらだ。9番開けてません。9番開けてません。ではラスト引かせていただきます。ここになりますね。よし、引きますよ。来い何で狼ってめっちゃ弱いやんうわー、ここまで引いても来ないね。49枚、半分超えましたね。だいぶ埋まってるように見えて、まだまだ半分以上空いてると。特にね、この5の段全く出てない。トランプのカードしっかり5の段入ってんのかな。なんかね、来ないんですよね。いやー、もうね、まあ今回ね、セブンナイツデロンズが出ましたね、出ているでしょう。お手紙が届いてます。
ゃん、召喚券、あ、スペシャルゴールド死神デロンズゲットさせていただきました。2枚目になります。スパイク2枚、そしてデロンズも2枚となりました。できればね、7人早くいろんなやつを揃えたいよね。多分もうこのスペシャルボードガチャからセブンナイツは出ないでしょうね。デロンズのみということになるでしょう。はい、今回はここまでにしておきます。はい、私ジーンチャンネルというギルドを作っております。まだまだね、追加メンバー募集してるので、もしよろしかったらジーンチャンネルとカタカナで、検索してみてください。そうしたら募集かけてみてください。よろしくお願いします。あとは、YouTube 動画見てくれた方はぜひともいいねを押してください。なんかね、ものすごいね、酷評何がわからないけどね、アンラックが多いんで、できれば皆さん見てくれたらいいねを押してください。では皆さんよろしくお願いします。バイバイ。ひよこがなくて寂しいよ。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなく、なんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。